おはようトーコさんおはよう調子はどう元気にしてたうん先月なんかいろいろトーコさんに聞いてなんとなくだけど楽な気分になれたのさあよかったわ本当はああいう話をするのはいけないってされてることなの 余計に憶測して取り返しのつかない状態になるケースも実際にあるのよ取り返しのつかないうん病気が悪化しちゃったりひどい時には自分を傷つけたり自殺まあ最悪のケースだけどね私死にたくないもちろんよレインはそんな状態なんか程遠いわでも人は精神的に病んでしまうと 私たちと別な価値観命を失うことや体を傷つけることに恐怖を感じなくなったり逆にそれが自分にとってすごくいいことだって思い込んじゃうのそんなの理解できないでしょ私は怖いほらレインは私と一緒でしょ普通なのよそれがうん <laughs>